式典の後、子供や大人のステージで会場の皆さんは同じ時間を共有しました。それでは復興の誓い、オープニングは南会津の元気な子供たちによります太鼓演奏です。南会津町田島保育園では、南会津の伝統芸能である太鼓をカリキュラムに取り入れており、子どもたちが地元を理解する上で大きな効果を上げています。今日は南会津ゆかりの杉山城にちなんで、 NHK 大河ドラマ天地人のテーマ曲を演奏します。太鼓を通じて多くの人たちと強い絆で結ばれることを目標に、心を込めて演奏をします。の時も一生懸命合わせて頑張っていらっしゃいましたので、今日は本当にいい歌が聞かれると思います。頑張ってください。阿部翔子さんをご紹介いたします。東京学芸大学大学院をご卒業、現在東京の小学校で音楽の先生をしていらっしゃいます。本日は遠いところ駆けつけてくださいました。またピアノ伴奏は阿部さんの大学院の同級生の村田恵里さんです。出身は長野県長野市だそうです。今日は東京からいらっしゃってくださっています。コーラスの皆さんは田島地区、南郷地区など南会津の全域で日頃から合唱の活動を行っています。紹介していただきました、南会津出身で、家は駅前にあるんですけど、阿部翔吾と言います。今回はこのような、復興の、明日への誓い、
2012 in 南会津というこのイベントに呼んでいただけて本当に嬉しく思っております。去年の3月11日から1年が経ちました。私はあの時自分の勤務している小学校にいて子どもたちと一緒に体育館におりました。体育館の天井を揺れてすごくゴミだったりいろいろなものが落ちてきて本当に子どもたちが怖がる表情だとか今も鮮明に覚えています。私も必死で子どもたちを避難させてで職員室に戻ったら津波の被害っていうか津波の映像がテレビで映っていてこれは本当に大変なことが起こったなと本当にその時初めて気づきました。ここで、復興のために何かできることがあればということを言いたいところですがやはり私たちの力はまだまだ一人では小さいものなので今日は音楽でとにかく楽しんで元気になってそしてこれから頑張ろうという、気持ちになっていただいて、このイベントが終われればいいとです。そして次に私歌いますのは、私のお父さん大見尾バッピーノという歌です。この歌は結構CMの中で使われておりますので、少しフレーズが耳に残っている方もいるかもしれません。最初は、日本語で歌おうということを、予定してたんですが急遽イタリア語で挑戦していただいてあこれはいけそうだねということで、急遽イタリア語でみんなで歌うことになりました。Thank you.
後半は会場の皆さんとふるさとを合唱しました。次のステージは南会津町出身の広野由紀さんがオリジナル曲を披露。皆さんこんにちは、広野由紀と申します。初めての方も何度か私を見ていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、南会津出身です。で、今日震災から、まあ、1年、やっと1年なのか、あっという間の1年だったのか、それを先ほどもねおっしゃってましたけど、人それぞれだなと、つくづく思います。今日はこの場所で皆さんとこうして同じ時間を共有できること、本当に心から、嬉しく思っております。まあ、急遽作った曲を今日は披露させていただこうかなと思っております。でこの曲は中国の方でも歌われていまして、でたくさんの人の思いがこもった応援ソングとして、これから歌っていこうかなと思っていますので、ぜひ聴いてください。星に願いをという曲です。僕らの約束守り続け
もう最高ですね皆さん。最後のステージは南山騎士郎伝の現代版組踊り、広野由紀さんの歌で始まりました。皆さんこんにちは、チームいぶきです。私は福島県立南会津高等学校3年の芳賀翼と申します。よろしくお願いします。チームいぶきは南会津の小中高校生が集まり、舞台を通して一生懸命の大切さや地域のことを学ぶ活動をしています。少し前までは普通に暮らして何事もなかったのに、一瞬にして全てが奪われてしまいました。それでも僕たちは自分たちで何ができるかを一生懸命に考え、チャリティー公演で募金活動をし、そのお金を被災地に送ったりしました。はーい、いやいや、そうだ。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。福島は必ず復興するんだ。私たちは負けない。福島は負けない。